この番組は高速道路の安全を守る中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋の提供でお送りします。みんな夏休みお出かけしてるかな。お出かけの時に気になるのは高速道路の渋滞情報だよね。ということで今回はネクスコ中日本の名古屋支社道路管制センターにやってきました。ちょっと中を覗いてみよう。うわー、モニターテレビがいっぱいあってすごい。ここに高速道路の情報が集まってるんですね。高速道路ドライブアドバイザーの林さん、今年のお盆休みも渋滞があると思いますが、三重県内の渋滞予測を教えてください。はい、三重県内といえばやっぱり東名阪道ですよね。今年のお盆も大きな渋滞が発生すると予測しています。関西方面へ向かう下り線では11日から14日に亀山付近で朝から昼過ぎにかけて最大10キロの渋滞を予測しています。早朝か午後、または新名神の利用をご検討ください。名古屋方面へ向かう上り線では亀山付近で13日の夕方に最大25キロ、12日14日の夕方に最大20キロの渋滞を予測しています。午前中の利用がポイントです。その他、名古屋方面へ向かう伊勢道上り線では松坂インター付近で12日から14日の午後に最大10キロの渋滞を予測しています。伊勢方面からのお帰りの際は午前中の通過がおすすめです。そういった渋滞を避けるためにはどうするのがいいですか？一番いい方法は、渋滞が予測される日にち、時間帯を事前に確認し、お出かけ日時をずらしていただくことです。休みの予定もありますので、これから帰られないという方は、渋滞が予測される時間帯を少し避けていただくだけでも快適にお出かけできると思います。ネクスコ中日本では、渋滞予測を確認できるウェブサイト、渋滞予測お出かけガイドを用意していますので、ぜひ参考にしてください。渋滞回避で楽しいお盆をお過ごしください。林さん、ありがとうございました。皆さん、ネクスコ中日本のホームページには渋滞予測の他にもお得に楽しめるプランなど情報が盛りだくさんです。たくさん情報を収集してドライブの旅を楽しみましょう。この番組は高速道路の安全を守る中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋の提供でお送りしました。